山陰海岸。山陰海岸。フラーゲンブドウ。清流堂もあるんだ。あ、すごいね。うん、全部あるのね。最も大きいゲンブドウですね。5つ動画が出ました。その中の一番でかいのがあちら、ゲンブドウです。ゲンブドウはかつて採石場でした。昔はね、こんな風に人がね、入って、あのいろんな石を、ここで掘ってます。おお、掘ってたってすごいよね。うん、すごいね。怖くない？あれはもう人工的なものだね。違うのは。でもさ、細かくない石が。すごく。うん。すごいね。どういう積み方になってんだろう。これは自然に作ったものかな。それでもできたものかな。すごい人工物でしょ。どこからどこまでが人工で自然なのかが分かんないですね。これ辺は全部人工らしいよ。すべて？うん、そう、あの辺は全部すべて人工らしい。へえ。見て、ほら、やばくない？何あれ、すごっ。電車が通ってんの？上が。え？いるのって。確か。うん。すごい響いたね。いっぱいいるじゃん、カエルが。いっぱいいるよ、ダメし。ね、いっぱいカエルがいる。食べてるご飯。ほら。ただ甲殻類は食べれません。でも最初のインパクトからするとかなりでもすごいよね、これだけでも、うん、こういう風にさできるなんて。さあ、キーちゃんに持ってもらって、さすが普通に階段登ると超楽だね。短い。はい、キーちゃんがまた抱っこしてくれる。はい、気をつけて、キーちゃん大丈夫？本当に？平気。平気？俺前にいるから押しそうになったら俺押していいから。押すダメだよ、今押すなよ、死ぬだろ。押してるんだと思った。じゃあ、ちーちゃんがもし転ぶんだったら押して。あ、危ない。違った？違う、やめろよ。これが、なんだ、ここ北朱雀洞か、南朱雀洞ですね。そうだね、水が溜まってる。同じね、地形一緒なんだけど、あれだね、石の作りが違うね、色は違う、わかる？そのままね、駐車場戻れるみたいなんで。あ、電車が行っちゃった。電車ね、電車ポッポポッポ走ってるよ。ちょっと冷たいものを、はい、湧き水を冷たいもので飲んでいきたいと思います。ガブガブ飲めるよ。はい、今日はね、この辺の周辺のコインパーキングで車中泊していこうかなと思います。ちょっといただきたいと思います。どう？かわいい、あら、かわいいのね。